史学史、史学史、史学史、とは歴史学の研究史である。具体的には歴史事実研究に関する歴史意識と学説の歴史、また歴史観の変遷に関する歴史のことである。史学史は競技には近代に成立した歴史学の学説史のことを指すが、近代歴史学以前にも歴史記述を対象とし、歴史事実や歴史意識、 歴史観などを記述する学問的営みが行われていた。また、それらを記述するにあたっては、様々な方法論が用いられ、その方法論は、近代歴史学の研究方法に大きく影響を及ぼしている。同時に、近代歴史学自体が、近代以前の歴史記述を主要な研究対象としているため、事実把握において、それらの歴史記述の客観性を検討。 資料を批判しなければならず、従って資料がどのような方法論に基づいて記述されているかは主要な関心となる。ここに講義の意味での私学史、すなわち歴史記述や歴史意識、歴史観の変遷の歴史も歴史学の対象として成立する。歴史学研究が成立するには歴史観、あるいは歴史意識の成立とそれに基づいた。 歴史記述の存在が前提とされる。独特の時間意識としての歴史意識が存在していても、それが記述されない場合は記述としての歴史が存在しないことがある。歴史意識とは、時間が一定方向に流れていくという時間意識のことであるが、これは、ある一定の時点から現在までの直線として、時間を把握する記念法的発想を必要とする。したがって、 時間を一定の暦という形で把握する歴史層の成立なくして歴史記述は成立しない。このような歴史層の成立以前、すでに文字による同時代の出来事記述はされていた。文字は元来古代の行政、財政の記録を保存する必要性から発明されたと考えられている。このような行政文書においては、当然、いつ、どこで、誰と、誰が、 どのような取引を行ったかが主要な関心となるため、その、いつの部分を、特に重要な出来事を案にして記録されることが、行われた。このように、出来事に基づいてある一年を、他の年から区別する方法は古代メソポタミアのウル、第三王朝時代にはすでに成立していたと言われる。時代が進むと、王の在位年と、主な業績を記した、王名表という文書が出現し、 王名表は王朝を一つの歴史的連続性によって認識していることを示しており、歴史意識とその記述の原型を見ることができる。ただし、この王名表において、個々の王は一人称で記述され、同時代向けのプロパガンダ的側面が監視される点で、客観的な歴史記述とは異なるものであった。一方で、支配者は主に軍事的成功などを自らに関する、 特別な出来事があった場合は、記念碑を策って、これを検証した。これは出来事をただ記すのではなく、その偉大さ重要性などを具体的に叙述することで、事実としての歴史を文章にして表現したものであった。このような碑文はあくまで同時代を対象としている点で、歴史記述ではないが、その記載に対しての態度は、歴史の記述方法に継承されるものであった。やがて、 古代オリエント末期のシンバビロニア時代になると、歴代史という形式の文書が出現する。これはシンバビロニアの数代の王の知性を記述対象としているもので、文書内で王を三人称で呼んでいることから、客観的な事実を記載する意図を持ったと思われる。したがって、強的な意味での歴史記述の成立はこの歴代史に求めることができる。 やがて、時代を遡ってシンバビロニア以前の王朝を歴代史と同じように記載する文書が出現し、現在ある王朝以前からの連続した世界を客観的に記述する意図を持つ歴史編纂の態度現れた。このような歴史を編纂する営みのことを終始という。歴史記述としての歴史学はまず終始として成立した。近代歴史学との関連性から、 ここでは主に西ヨーロッパの歴史記述と記述方法論を中心に外観する。西ヨーロッパ以外の地域でも独自の歴史記述が行われていたが、それについての詳細は割愛し、地域ごとの歴史記述に関する記事、私学史記事に譲る。歴史記述としての歴史学の始まりは古代ギリシャであるというのが一般的である。古代ギリシャの代表的な歴史家として挙げられるのは、 ヘロドトスとトゥキュディデスである。彼らの著作は同時代的な出来事の原因と推移を示すために歴史記述をしている点が特徴として挙げられる。また記載されている事実は両者が実際に見分したものが大半で記述にあたって自分の見分以外の原資料を使用している痕跡があまりない。詳細は西洋古代の歴史記述を参照と一般に 歴史学の父と言われるヘロドトスは、紀元前5世紀のギリシャの人である。彼は、アケメネス朝とギリシャのポリスの間で起こった、ペルシア戦争の原因と推移を象述し、さらにはその勝敗の理由を、両者の政治体制の相違に求めた。ヘロドトスの歴史記述の特徴は、客観的な事実性をあまり重視しておらず、自身の見聞に基づいて様々な伝承や伝説を、 口述しているるるここことととがが挙げられ、これが口述すすトゥキデディデスの批判するところとなった。一方、ギリシャのポリス間同士で行われたペロポネソス戦争を記述したトゥキュディデスは、ヘロドトスが伝承や伝説までも記述の対象としていたのを批判し、検証性を重視して歴史を記述した。一方で、トゥキュディデスの歴史記述に登場する異跡者の演説などは創作性が大きく、 また、見聞に頼っているせいか、事実の記述においてやや偏りが見られる。古代中国においては、歴史記述は、その成立の当初から、批判精神に基づいて実践的に扱われていた。儒教の思祖である孔子は、炉の歴史書である、春秋を重視したが、この、春秋にはすでに寛大初期には独自の仲介を加えた、左伝、供養伝い。 国領伝の三種が存在した。古代中国では当初から文献交渉を通じた歴史の解釈が盛んに行われ、高度に発達した歴史記述が行われた。孔子はその政治思想を述べるにあたって、実際、政治における実践性を特に重視し、また、その思想の古の時代を賛美する復古主義的な性格から歴史事実を尊重していた。したがって、 孔子の教えを継承した思想家たちは歴史記録を解釈することを主要な関心とするようになり、特に孔子が重んじた春秋を解釈する学問、春秋学が成立した。漢代二儒教が国教化されると、春秋学も歴代王朝の公的な歴史記述である聖史の編纂方法の重要な根拠となった。芝仙は春秋などの先行する詩書、 諸子百科と呼ばれた思想家たちの著作や自身の見聞をもとに当時の中国世界の体系的な歴史書である式を表した。式は神話の時代から芝仙自身の時代に至るまでの正当的な支配者を本義として中心に著述し、中国国内の諸国史、中国国内の社会史、法制史、周辺移民族などの歴史を本義の周りに配した構成となっており、 中国の支配者を中心とした体系的な世界史になっている。芝戦以後中国の歴史書は、この連続性、体系性が重視されるようになり、歴代王朝で生死が編纂されるようになるが、それらはほぼ、四季の定裁を継承するものであった。キリスト教がヨーロッパで支配的となると、学問分野においても、キリスト教の世界観が支配的となった。ここに、 神の意図を実現する過程として、歴史を捉える見方が現れ、個別の国家、民族、個人を超えた歴史の根本法則を乱す観点、普遍史の観点が成立した。しかしルネサンス期になると普遍史的観点は薄れ、同時代史を重視するようになった。詳細は、西洋中世の歴史記述、ルネサンスの歴史記述を参照。中世の歴史記述の特徴の一つとして、 二国史観という観点がある。これは、キリスト教的世界である、神の国と神を侮る人間の自己愛的世界である、地の国の対立のもとに歴史を忘る、歴史観でアウグスティヌスによって議論づけられ、歴史は地の国に、神の国が実現する過程であると理解された。ここに、歴史事実の背景に何らかの根本法則を見出そうとする、歴史意識が成立したが、 この意識は、キリスト教的精神によって支えられていたために、キリスト教の権威が相対的に弱まるとともに、希薄化した。キリスト教の権威が弱まり、普遍し摘意識が希薄化すると、歴史記述は再び同時代史を中心になされるようになった。ルネサンス時代の代表的政治思想家で、歴史家でもあるマキャベリ、フィレンツェ氏は、民族移動から1492年の、 ロレンツォ・デ・メディチの死に至るまでのフィレンツェとイタリア半島の歴史であるが、その冒頭から1434年に至るまでの歴史は全球の中でただ一巻で述べられているに過ぎない。彼の同時大臣でフィレンツェ氏、イタリア氏を表したグイッチャルディーニに至っては、同時代氏の比重がより大きくなり、この点で古代イギリシャの歴史記述と同じ傾向を持つものとなった。 理性の普遍と普遍を主張し、あらゆる物事を理性によって体系づけようとする啓蒙思想がヨーロッパで支配的になると歴史記述にも大きな影響を与えた。啓蒙思想は会議と批判によって歴史記述に事実尊重、方法論重視の傾向をもたらし、さらに歴史研究を実践に結びつけようという風潮につながった。詳細は、 啓蒙主義の歴史記述を参照。ベールは歴史批評辞典を表し、具体的な事実をそれ、事態として尊重する立場を示し、既存の歴史記述の誤謬を指摘した。事実を尊重するベールから始まった啓蒙主義の歴史研究はやがて実践的な歴史記述に結びついた。ブーランビリエはフランス級統治史を表し、貴族の復権を訴えたが、 彼は当時フランス政府が行った各地の古い観光についての報告書を検討して、その主張の根拠とした。デュボスのフランス王政樹立の批判的歴史は、ブーランビリエとは逆に貴族とその特権を攻撃するものであったが、彼はフランス王権の由来を民族大移動の際にガリアのローマ系住民とフランク族の間で交わされた契約の結果であるとし、それを根拠とした。 このように啓蒙主義の歴史研究は過去の事実を尊重する立場からやがて過去の事実を現在の批判の材料として使用する実践的な側面を持つようになった。この意味で啓蒙主義の歴史家の典型を示し、かつ評価が高いのはモンテスキューである。彼は代表的著作、ローマ人清水原因論及び法の精神において、 歴史事実から理論的なモデルを抽出し、それを現在の社会に適用して、問題解決の手段に利用しようとした。一方で、ボーフォールは、ローマ史最初の5世紀の不確実さに関する論文を置き、ローマ史冒頭のロームルスとレムスに始まる王政の歴史が神話と伝説に過ぎないことを論じた。ボーフォールの研究は、近代歴史学に直接繋がるものであった。 ブリテン島での啓蒙主義的歴史研究は、まずスコットランドで、スコットランド啓蒙主義と呼ばれた思想家たちの間で行われた。このスコットランド啓蒙主義の代表的著作は、ヒュームのイングランド史であるが、これも前期スチュアート朝の君主、特にチャールズ一世を悪のゴンゲとするような当時の風潮に耐える批判が込められていた。スコットランド啓蒙主義は、 事実をそのまま記述しようという叙述的歴史を重視する態度に進み、ロバートソンのスコットランド誌、カールゴセ世ジ大使つ繋がり、さらにイングランドのギボンによるローマ帝国水防止などの歴史叙述を生んだ。上述したような啓蒙主義の主流とは独立に、歴史研究の独自な方法論を模索したのがビーコであった。ビーコは自然認識を重視する。 デカルト的方法論を批判し、自然認識と歴史認識は異なるものであると述べた。一見これは、神学的な二国主観に接近しているようであるが、B 子は神の意図の実現が歴史の過程であるとしても、それが人間行為としてまず行われるのであり、従って神の意図を考えなくても人間行為の過程を把握することが可能であるとして、 心学的解釈を歴史認識に持ち込むことも拒否した。しかし、啓蒙主義の時代には、ビーコの影響は非常に限られており、ほとんど帰り見られることがなかった。19世紀の歴史家ミシュレはこのビーコの著作を発掘し、歴史研究において分析力よりも構想力の方が重視されるべきことを主張したが、これもほとんど帰り見られなかった。一方で、 歴史記述とは別個に資料の批判的研究が着実な発展を遂げていた。それは、いわゆる古文書学でベネディクト派の学僧マビオンによって確立された。ただし、古文書の真偽についてはマビオン以前にすでに先行する研究があり、ここではその代表としてバラを紹介する。バラは15世紀の人文主義者で、ニセイシドールス法令集中の コンスタンティヌス帝の寄信状という文書が偽作であることを明らかにした。この文書は中世を通じて教皇領及び教皇権に関する重要な根拠とされてきたので、教会は彼を宗教裁判にかけたが、このことはこの時代、文書批判が既存の宗教や権威監修の批判につながっていたことを示している。事実、宗教改革の時代になると、 文書批判は急速に発展したが、それは、新旧両派が文書を武器として、互いの正当性を争うものであった子に返せられる。17世紀フランスのベネディクト派の一派ンモール派に属する学僧であったマビオンは、アシェリの招きを受けて、サンジェルマンデ・プレ修道院に入り、教団史や聖者伝などの編纂ん当たるとともに、古文書の収集や刊行を行っていた。 彼は1681年に古文書論を表し、様々な文書を分類して意義付けた上で、インクや書体などを考察した。さらに言語が、ラテン語やギリシャ語などの古典語で書かれているか、それが、どの程度まで古典的かなどの度合いで、その文書の時代性を明らかにできると述べた。このことにより、様々な文書総合間の関係から客観的に、 文文書書の真偽を識別できる方法がが確立立され古文書学が成立した一般に近代歴史学の成立はニーブールとランケの研究を活気としていると考えられている。彼らの歴史研究の特徴は主に以下の三つである。これを今まで外観した近代以前の歴史研究の歴史に当てはめてみると、1は啓蒙主義の歴史学に、2は古文書学に、 3は、キリスト教的な普遍史に求めることができる。この点で、近代歴史学は、近代以前の歴史学の総合として成り立っていた。ニーブールは、ボーホールの伝承批判の精神を掲示し、具体的な方法論としては、複数の文献総合の整合性を検討する、資料批判を用いて、ローマ史を記述した。この中でニーブールは、海が流れを取り入れるように、 ローマの歴史は、それ以前に、地中海周辺の世界で名を挙げられていた他のすべての諸民族の歴史を取り入れると述べ、世界史の中にローマ史を位置づけようとする試みが見られる。ランケは、ニーブールのローマ史の方法論を近代し、彼から見ての分野にも活かし、資料批判を通じて15世紀から16世紀のヨーロッパ外交の構造から国家を個別的に、 把握する方法に考えついた。ランケは国家を一般化して考える啓蒙主義を批判して国家を個別的に把握すべきと論じ、このような個別的歴史事実の相互関係から世界史を把握すべきことを提唱した。ランケの歴史研究はドイツにとどまらず、ヨーロッパ各国に衝撃を与えたが、ランケ以後の歴史学の性格はドイツと イギリス・フランスでは異なる方向へ進んだ。ドイツでは政治色の強いプロイセン学派が台頭し、ランケの禁欲的な客観主義が批判されたが、イギリス・フランスではそれぞれ功理主義や進化論、実証主義に影響されて、より科学的な方法論を追求する姿勢が現れた。詳細は近代の私学史を参照。ドイツでは1830年代の後半に、 ダールマンが登場し、民族主義や自由主義の風潮が高まった、現実政治の影響を濃厚に受けた歴史序述を表した。続くドロイゼンとジーベルも政治色の強い歴史研究を展開し、彼らは現実政治との関連性が著し、プロイセン学派を形成した。ダールマンとドロイゼンは、共にフランクフルト国民議会に選出された議員で、 ジーベルもプロイセン議会の議員であった。プロイセン学派は、当時のドイツ国民の熱烈な支持を受け、また、ドイツ国内の両方君主とも利害が一致し、ドイツ私学会で支配的な影響力を持った。彼らは、個性の重視という意味ではランケを継承していたが、歴史事実の客観的把握と全く逆の視点に立つ、歴史研究であったため、今日の歴史学の観点からすると、その評価は、 外して低く考えられている。この時代のイギリスやフランスで主流となった、功利主義、進化論、実証主義の共通する特徴は、内的要因よりも外的要因を重視することであった。具体的には、歴史を人間精神の創造的性格とか、人間行動の主体的選択の結果として捉えるのではなく、自然的、物質的環境の影響に、人間精神や、 その行動が従って歴史が規定されていると考えるものであった。この実証主義に立つ歴史学者の代表はフランスのテーヌとイギリスのバックルである。特にバックルは統計学を用いて自然環境や社会状況が歴史に決定的な影響を与えることを実証しようとした。ドイツ国内でも歴史学の客観性をめぐって歴史過程における 法則性を研究の中心に据えようとする主張が現れた。すなわちランプレヒトは文化や社会などの類型的把握が可能なものこ、歴史考察において重要なものなのであるという主張した。彼の主張は資料批判に決定的に依存する当時の歴史学の持つ欠陥を適切に捉えたものであり、かつ個性を重視するそれと対立するものであったから。 たちまち全ドイツ規模での論争に発展した。資料批判に依存する個別的な歴史事実の把握に飽き足らず、より広い視野から歴史を総合的に把握しようという動きは文化史の主張という形で現れた。文化史は主に美術史の研究の手法を取り入れ、時代相互の文芸や美術、思想の様式的変化を総合的に比較して、 それらの時代ごとの文化的特質を明らかにしようという歴史研究である。この文化史の初期の代表的学者は、スイスのブルクハルトであり、彼の初期の著作、コンスタンティヌス大帝の時代において、すでに完成した形で文化史のスタイルが確立されいた。前述した、ランプレヒトも文化史を中心に歴史を構成しようとしていた。ランプレヒトの立場を批判的に継承し、 文化史において画期的な業績を挙げたのはオランダのホイジン画である。彼の代表作、中世の秋は生活、思想、文化などの諸層から14世紀から15期のネーデルラントを複合的、重層的に描いた老作で従来演出で否定的に捉えられてきた西洋中世の文化に遊びの精神を生み出すものであった。この観点を発展させて遊びの形態と その表現を本格的に研究したのがホモルーデンスで、この著作の視野は歴史学分野に限られず文化人類学と相互関係にあり、その構想力の豊かさは優れて強的な価値がある。一方で歴史の体系的把握への試みは当時近代歴史学と全く対立的な立場にあった哲学からも提示された。ランケの打ち立てた。 近代歴史学を痛烈に批判したのは、ヘーゲルで歴史哲学において理論的関心に乏しい近代歴史学の風潮を批判し、普遍と特殊の総合に向かう理性的法則として歴史を認識すべきと説いた。彼の哲学は客観的な裏付けに乏しく歴史学的要求に応えることはできないが、ランケがまた彼の歴史哲学を常に批判の対象としながら、それに代わる。 体系性を用意することができなったのも事実であった。このヘーゲルの歴史哲学を批判的に継承したマルクスはヘーゲルが重視した精神に代わり生産様式に注目した体系的な歴史哲学を打ち立てた。ヘーゲルの歴史哲学が極めて自弁的、精神的だったのに対しマルクスは実証主義の外的要因を重視する姿勢を継承して生産様式が 人間の精神活動をも規制すると述べて物質性を重視する唯物論歴史学を唱えた。彼は古典経済学の理論を批判的に継承し労働を重視したが労働の阻害によって支配階級による収奪が行われるとして独自の階級理論を設定した。この階級理論をもとに発展段階的に歴史理論を構築し、 時代ごとの生産様式の性格からその時代の文化様式に至るまでの性格把握が可能であるとし、さらには未来史として階級が消滅した来たるべき共産社会を予言した。このようなマルクス主義歴史学は従来の歴史学になかった優れた体系性を持つとともに、その理論的な堅牢性が高く評価された。歴史の体系的な把握を可能にした。 唯物論歴史学の登場は非常に画期的な出来事であったが、同時にこの歴史学は当初から様々な批判にさらされ、その理論の検証が着実になされていた。近代歴史学は文化史、唯物論歴史学という全く異なる方向性を追求する歴史学へと発展したが、一方でそれらとは別個に歴史研究における構想力を重視し、 幅広い要求に応えるダイナミックな歴史学とその方法論の追求がなされていた。詳細は現代の歴史学を参照。すべての歴史は現代史であると述べたイタリアの歴史家クローチェは歴史研究が現在の問題意識に基づき現在の実践的倫理的要求に応え得るものでならなければならないと主張た。彼はヘーゲルが述べた意味での歴史の主観性を 歴史研究の中心に据えるべきと考え、史料批判に基づく客観性に閉じこもる近代歴史学を批判した。同様の主張は取れる地によってもなされた。彼は歴史研究を未来形成の行動であると述べ、歴史研究における人間の価値や意味の意識を重視し、そのような立場から体系的な歴史学が打ち立てられるべきだとした。一方で、 最も客観的で実証的であると考えられていた、経済史の分野から画期的な研究を世に問うたのが、ピレンヌである。彼は、経済資料、教育文章を用いて、従来ゲルマン民族の大移動によって崩壊したと考えられていた、地中海世界の経済的、文化的交流が、イスラーム勢力の進出まで、緊密に維持されていると述べ、マホメットなくして、シャルル・マーニュなしという、 いわゆるピレンヌテーゼを提唱した。ピレンヌの研究は実証的な研究に基づきつつも大胆な仮説を設定する構想力によって歴史事実の体系的構造的把握の可能性を示したもので、後の歴史学に多大な影響を及ぼすものであった。参照した文献はその旨を記す際に煩雑さを避けるため文献の後に数字を示すこととする。具体的には 文献1という場合は、下記のイブンハルドゥーンの歴史序説1を指すものとする。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。